ラジオネーム三平。とんでもないミスを犯したようだ。携帯のメモ帳に書き留めておいた三河健一さんとシックスナインをしていたところから始まるサンドリオのネタをパソコン宛てではなく母親宛てに送ってしまったいつもは矢の、いつもは矢のような速さでメールを返してくる母だが、8時間経って今でもまだ返信はない母は離婚してすぐに看護師の免許を取り、女で一つで俺を育ててくれた真面目な人間だし、テレビドラマでキスシーンが流れるだけで席を立ってしまうほどシャイな女性だ。そんな母親に三河健一さんとシックスナインをしていたという旨のメールを送ってしまった。泡を吹いて気絶しているかもしれないし、ショックで亡くなっているかもしれない風俗嬢の指名以外では悩んだことがないクレバーの俺だが、何と言い訳すればいいのか本気で悩んでる。ミスター有吉、ミス S だ、なんかいいアドバイスくれ。これは完全ノンフィクションだかわいそうに何してんだよただよく覚えておいてくれよ、このラジオをうちのおふくろはたまに聞いてるぜなんてことねえよエンジェルあげときました。おちんあいも、おちんあいも聞かれてる。おちんあいだって聞いてるんだラジオネームラッパーザキバチョウ。若い奴らはみんな怖い、今までずっとそう思い続けていた。でもこの前違うって初めて気づいたんだ。その日街を歩いていたら若者数名に囲まれて、財布も靴も時計も服も全部取られた。そして若者の一人がこう言ったんだ。あんたの乳首すげえ綺麗だな。それを聞いた時すごく嬉しくて勃起してしまったよ。彼らみたいな若者もいるって気づけて幸せだ。若者よ大衆だけ、ボーイズビーアンビシャス、大和田慎也でした何回かられてんのよ注意しなきゃいいよもう。以上サムスミス。